はい、どうも、キダレです。今回の動画ですね、現在新ツムとして登場しています、ジャミル・バイパーとビーンズ・カモ・ビルの、検証結果の動画になるんですけど、初心者の方でね、どちらの、ツムをコイン稼ぎで使った方がいいのかっていうのを悩んでる方が結構多いと思うんですよ。なので、ちょっとね、検証してきましたので、このね、結果を見てどちらかね、決めていただければいいかなと思います。はい、今回の進出も本当にね、ジャミルも強いですし、ビーンズカモビルの方もね、かなり強くてね、かなり優秀な結果にはなってます。はい、で、早速ね、出していくんですけど、結果ね、このような風になりました。はい、で、15回プレイいつもやってて、そのうちの、3個ピックアップして、3本勝負の、コイン効率の動画を上げてるんですけど、それの一番、効率のいいものをワンプレイで比較しております。はい、でプレイ時間がそれぞれコイン数とかも書いてるんですけど、ジャミル・バイパーとビーンズ・カモ・ビルとあとガジェットを比較してます。はい、左から順番に、ジャミル、ビル、ガジェットの順番です。はい、でプレイ時間が、ジャミルが、170でビルが184で、ガジェットが159秒になってます。ビルがね、意外と長いですね。で、ガジェットが一番短くて、ジャミルは、スキル的にね、使い方によってもっと伸びるんですけど、今回ね、ロングチェーン重視の方で出しております。で、結果は170秒ぐらいになりましたということです。ビルがね、なぜここまで伸びてしまうのかというと、単純にコイン、こっちスキルの回転率がかなり高いんですよ。で、その分、スキルの演出時間がね、かなり、伸びてしまうので、まあ、こういう風になっております。はい、でコイン数が、6189枚と、5102枚と3932枚になっております。はい、これちなみに54のみの、結果になっておりますので、下に一応ね、コイン数引いたものを載せております。後でね、紹介しますので、とりあえず54のみの方の結果はこのようになってます。はい、で、54のみでの1秒あたりの獲得コイン数が、1秒あたりなので、1秒でどれだけ稼ぐかっていうのを計算すると、ジャミルだと、36.41 コインで、ビルだと 27.73 コインで、ガジェットだと 24.73 コインという風になっております。はい、まあ、これだけ見たら、左から順番にジャミル、ビーンズカモビル、ガジェットの順番にコイン効率いいんですけど、問題はね、この次のアイテム費の方ですね。はい、アイテムは54のみ使ってるんで1800コイン、アイテムで、コインをマイナスしております。なので、ジャミルだと6189枚から1800コイン引いた、この数4389枚がアイテム費になります。はい、で、ビルが3302枚で、ガジェットが2132枚になってて、1秒あたりの獲得コイン数が、左から順番に 25.82 コインで、17.47 コイン、13.41 コインになってます。まあ、これを見ても、まあ、当然ながら、ジャミルが一番、多いんですけど、ここから、次にですね、倍率になってます。ガジェットと比べて、ビルとバイパーがどれだけ、コイン数が、上がっているのかっていう風な、結果を出しております。はい、でちなみに、アイテム費どっちも出してるんですけど、まずね、54のみの方がジャミルが、ガジェットの 1.47 倍で、ビーンズカモビルは、ガジェットの 1.12 倍の、コイン数になってました。はい、これちょっとね、高いのか低いのかな、意外とね、ビルは、低かったですね。まあ、ジャミルはね、まあ、それ相応って感じなんですけど、なぜね、ここまで低いのかといったら、やっぱり時間効率が悪いのかなと。まあ、コイン数はね、結構いいんです。5000枚来ててすごいんだけど、やっぱり184秒かかってしまってるのが問題なのかなと思います。はい、で、次にアイテム費の方が、これは、1800コイン引いた時のコイン数なんだけど、倍率が、ジャミルが、1.93 倍で、ビーンズカモビルが 1.30 倍、まあ、圧倒的にもうほぼ2倍ですよね。ジャミルは、ガジェットの約2倍です。まあ、普通に検証結果として出すときは、どっちかというとアイテム比、まあ、アイテムを引いた数の結果を出しているので、まあ、正確に言えばこっちの方が、まあ、結果に近いのかなと思います。なので、これだけ見たら圧倒的にジャミルの方がいいんですけど、使いやすさとかを考えると、やっぱりビルの方がいいって方もいるかもしれません。では、まあ、結果として、まあ、僕の、ね、見解によるものなんですけど、まあ、結果は、ね、このようになってて、まあ、ジャミルは、ね、使い方難しい。まあ、これ当然ながら、もうロングチェーンとかね、まあ、ボムキャンとかしたりするので難しくて、でもビルの方はですね、マック効果もあって、まあ、スキル回転率がいいし、勝手にね、スキルを発動すると、
まとめて消去してくれるので使いやすい。なのでビーズカビルのビーズカモビルの方が圧倒的に使いやすいんですけど、まあ、今回ね調べた結果もう約ね、0.6 倍以上、ジャミルの方が高くて、もうこれ簡単に言ってしまうと、まあ、10分でジャミルで、10分で19300コイン稼げたとしたら、ビルは13000コインってことなんですよ。で10分間で6000コインも、差が出てしまうってことを考えると、多少使いづらくても初心者の方でもジャミルを使えば、まあ、最低限 1.30 倍以上になるのかな。だから 1.4 倍とか 1.5 倍とかになるとは思うので、僕的には、使い方が難しくてもジャミルの方が、いいのかなと思います。なので使い方は難しいけど、とりあえず今回の新ツムで、コイン稼ぎがしたい場合であればジャミルの方ぜひ使っていただきたいなと思っております。はい、まあ、今回のねコイン検証は、スキル3全部スキル3にしてるんですけど、もちろんジャミルのね使い方使い方によってもっとね伸びたりね下がったりします。ただショートチェーンやったらコイン効率悪くなるけど、ワンプレイでのコイン獲得数とか上手い方だったらね、もう1万とか2万とか3万とかね結構伸ばせたりするんですよね。タイムオブとか出して伸ばして伸ばして、で1億スコア2億スコアとか出したりして、そういうのできるので、これ、ね、かなりねそこのスコア稼ぎの子も含めたら、もう圧倒的にジャミルの方がいいんでね、やっぱりそこも含めたらジャミルが圧倒的にいいのかなと思います。はい、もちろんビルもいいです。ビルもいいんですけど、やっぱりちょっとねプレイ時間が長いのもあるし、これを見た結果だと、ビルもいいけどジャミルがなってなってしまうので、やっぱりジャミルなのかなと思います。なので、まあ、慣れるまではちょっと難しいかもしれないけど、まあ、その今後のね自分のプレイスキルを上げるためにもやっぱり総合的に見てもジャミルの方がいいかなと思います。なのでぜひね初心者の皆さん、もしくはコイン稼ぎできるツムを持っていない方で、コイン稼ぎしたいという方はね、ぜひね今回の新ツム登場していますジャミルぜひねゲットしてください。はい、ということで以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。